どうも、松田大です。ついに、バイオハザードゼロのリメイクが発売された。バイオハザードオリジンズコレクション。というわけでね、この時をずっと待っていました。バイオハザードゼロのリメイク発売日。まあ、なぜね、この時を待っていたかというと、私はバイオハザードゼロにね、一度やられたんです。そう、心が昔昔あるところにマサダイという少年がいました。その少年はゲームキューブ時代のバイオハザードゼロをやったんです。しかしマサダイ少年は当時小学4年生。初めてやったバイオハザードに恐怖して心が折れたのであった。ああ、これ操作どう言ってやるのこれ。くるくる回る。くるくる回るよこれ。全然動かないじゃん。前進まない。あ、ゾンビ来た、ゾンビ来た、ゾンビ来た。ああ、撃て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 。ああ、弾がない。そしてあれから数十年。マサダイは大人になった。あの頃に比べて数々のバイオハザードを乗り越えていった。そしてついにバイオハザードゼロがリメイクされて、彼は復讐に燃えていた。少しねちょっと演出加わってますが、大体そういう感じです。小学校4年生の時にねバイオハザードゼロのゲームキューブ版やったんですけど、全く操作が分からず、でしかも弾とかね、結構無駄打ちしちゃって、大変なことになってて、でそれ以来ね、バイオハザードからもう手を置いたような状態でした。でも、まあ高校生ぐらいかな、ある日突然バイオハザードに目覚めました。それはですね、あの鈴木史郎のテレビを見たからです。鈴木史郎がバイオハザード4のマセナーズアクセントがわかんねえや。まあバイオハザード4のね、ミニゲーム的なマセナーズってやつやってたんだけど、それを見てからあんなおじさんにできて俺にはできないなんてありえないというね、ちょっとなんか勇気をもらって、そこからね、まあリハビリ感覚で、まずはね、あの Wii で、あのバイオハザード、あの勝手に動いてくれるやつあんじゃん、シューティングゲームみたいな、それから始めて、でそれからバイオハザード4やって、でそれから、徐々に出てくるバイオハザードシリーズどんどんやってったんですけど、鈴木史郎がいなかったら、僕はねこういうバイオハザードシリーズやってません。多分ね挑戦すらしなかっただろうね。しかもこのバイオハザードオリジンズコレクション、なんとバイオハザードゼロだけではなくバイオハザード1ね、1も入ってるんですよ。なのでね、まずね、ゼロストーリープレイしてから、1やると話が繋がってるんで、非常にわかりやすくなってるんですね。それでは私はこれから小学校の時に受けた借りを返しに行ってきます。待ってろよ、ゾンビ。てめえらみんな、見ろよろしちやー。バイオハザードオリジンズコレクション、絶賛発売中です。ゼロとワンがセットになっているお得なパック、しかも PS4 画質が半端ねえぜ。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。